の反省会です。はい、申し訳ないです。<laughs> そんな下がっちゃって。<laughs> ねえ、どうしました、まっちゃん。先に引き続き、<ー>弱々しい。うん、弱々しい。弱々しい自分に。<laughs> いやいやいや。ね、申し訳ない。ない,いや、ね、まっちゃん、今ちょうど入って五ヶ月目でね。はい、全くの素人から始めてね。うん もう最初はとりあえずね書かれてることだけをやってればよかったけどだんだん自分の色を出してこうもっとねまっちゃんを皆さんにお届けしようというところになると結構難しいからね是非、ね、<ひ>頭がパンクしそう,うできないもどかしさがもうねみんなでも応援してますからね是非頑,頑張ってくださいねこうやってあの隣で慰めているジョーちゃん皆さんの前に初めてお目にかかりますのでまずは自己紹介をお願いします あ、初めまして。インターンシップ始めたばかりのジョーと言います。えっ、ー、とジョーっていう名前は日本人ではなくて中国人だからです。うん、はい、でもね。日本語もかなり上手よ。うま、ん、いそうですか。か、うん、え。えっ、ー、と,、えーと,えー、ともう小さい頃に日本に来たのかな？はい、えー、小学校3年の時に来て、今もうすでに2。3なんで14年間は、うん？ ますね。はい。ええ、じゃあ日本語も中国語も、そしてこっちで英語も。英語はかなりうん。いです。そう、でも羨ましいよね。トライントリリンガルだと、それだとチンチンだからね。トリリンガルってね、それトリリンガル。ね、うましい。でも中国語と日本語と英語と、一番どれがあの話しやすいですか？もう。

はい、はい、はいいや、実はジョーちゃんが来てからね、それぞれ台本をね、あのいただくんですけど、台本にね、名前が書かれるようになったんですよ松崎とか井上とかね、岡野とか、あれすごく嬉しくてね本当ですか、いやもうなんかこれ自分のだってはい、皆さんの名前をね、頑張って私も最近覚えたので 最近覚えたのかいみたいな <laughs> ららららこういうねちょウちゃんの玉の鋭いねボケとツッコミがね聞いてるんですよね,、うん、すよね最近あの楽しいことなかったですかモニゴチでしょはい、はい、教えて教えてもにごちですか、うん、はいもう私が出てるっていうのはやっぱり中国語を使ってってことでやむちゃのロケではい行ってきてどうでしたえー、なんかやっぱりみんな中国語喋るから。うん まあ私がいなかったらちょっっと難しかったんちちゃうかなな来ましたよさんここがジョーちゃんででで中国語のすす私はマンンダリ一番メジャーね <はい S 1> そう共通語のマンダリンで。<ー> じゃあマンダリンで今日のポッキットスパニッシュのあのフレーズを知りたいですね。いい,ねいいですね。はい、じゃあまず I love you からいきましょう。はい、これはもう皆さんご存知の Oh I need です。あおあいに、Oh I need 聞いたことある。甘いでしょ。<laughs> ね<ー>あと何かえっ、ー、と Kiss me ですね。中止みたい中国語ではちょっとあまりはいそういう文化がないんですけれど、えー、まああえて言うなら

まあこれからも頑張ってくださいね。はい。こちらこそお願いします。以上チャイニーズレッスンの講座でした。世界でですよあじゃ反省会でしたも中国語で言ってもらおうよ。正の。はい。ファンシンホイ。ファンシンホイ。ファンシンホイ。また来週。どうもお疲れ様です。今日もね。 いろいろやらかしてしまいましたけれども、えー、デトックスの,あの黒さぜひ、えー、カットもしくはモザイクをかけていただきたいなと思いました、はい、というわけでね、えー、っと今日はあの日頃の不節生に対して反省したいなということで、まあ、こんな格好ですけれども、えー、全く関係ないものをやらかせて,やらせていただきたいと思いますえー、普通にえに、えー あとか,から来る主人公のお兄ちゃんに自転車を奪われてしまった時のアジア人の女の子映画「グーニーズ」に出てきたアジア人の女の子。